こちら、アンゴロです。今回の話題はこれです。ドーン。リップルが100円を突破。このまま200円を突破するのか。今後の作戦は。に、からします。ニュースドーン。XRP 価格が1ドルに近づき、9日間で 2.5 ドルを超える可能性がある。1ドルが強力に維持されれば、新たなサポートレベルになる可能性があります。現在の救助書は、現在進行中のリップルと SEC の裁判からの独立を明らかにする可能性があります。ツイッター。クリプトブルシー。XRP は9日間で 2.5 ドルになる。大胆な予想だぜ。なお、クリプトブルシュはクリプトクレディブル氏とは別人です。ニュースでは8月11日のツイートを取り上げてますが、8月10日も同様のツイートをしています。ダーン。XRP は8月20日までに 2.5 ドル。このツイートは分析結果の画像付きです。白色のローソク足が値動きの予想で、7月中旬から線が引かれています。追記。クリプトブルシが 2.5 ドルのツイートをしたのは8月10日午前9時7分。その時の価格は 0.82 ドル。8月10日までは予想にかなり近い値動きをし、その後は8月11日に約 1.2 ドルまで急騰。8月16日に 1.8 ドルまで急騰。8月19日に 2.5 ドルまで急騰。このように8月11日からわずか9日間で3倍になるという度肝を抜く予想になっています。途中結果と当たりましょう。8月11日に高値 1.09 ドルに急騰しました。1日で最大 28.2% アップ。8月11日の予想は1.2 ドルまで上昇で、結果は 1.09 ドルまで上昇したので、0.11 ドル足りませんでしたが、急騰するタイミングとしては予想的中と言っても過言ではありません。ちなみに、オリンピック開始直前の7月20日の安値は 0.51 ドルだったので、3週間で2倍になりました。チャートドーン。これは XRP の30分足チャートです。予想ツイートの直下は8月10日朝9時。日中はあまり動きがなく、21時に少し上がって、すぐに元の価格に戻った後、8月11日午前1時から上昇が始まりました。そして午後7時に2回目の予告ツイート。午後22時に上昇スピードが加速し始め、8月12日午前4時に1ドルを超えて 1.09 ドルまで急上昇しました。このように、クリプトブルシは予告ツイートを理想的なタイミングでしています。チャートドーン。これは8月11日午前1時30分の価格を 0% として、8月12日までに何パーセント以下したのかを表したものです。時価総額上位のコインを表示しています。XRP は20個中2位。一時プラス 30% のトップになりました。このように8月11日は暗号資産全体が上げた中、XRP の上昇がとても目立っています。以上を参考に、XRP がこの後1週間で 2.5 ドルまで上昇するのか予想すると、それは、とりあえず戻った。1週間で 2.5 ドルになるには暗号資産全体の爆上げが必要と予想します。理由を説明します。ずっと、これはビットコインの日足終わり値のチャートです。2021年4月の最高値から現在までに最大約3万4000ドル下落し、安値から1万5000ドル上昇しました。つまり、下落幅に対して約 45% まで回復しました。このような2021年4月以降の最大下落幅に対して現在何パーセント回復しているのかを時価総額ランキング上位42個で比較します。まずは回復が大きい順のランキングです。結果と、3位 FTX トーク 72%。 2位 TERRA 89.4%。 1位 AXIE INFINITY
836.5%。 右端の回復パーセントが下落幅に対する上昇幅の割合です。 XRP の回復パーセントは 36.3% で42個中12位。時価総額トップ5のビットコイン、イーサリアム、カルダノよりもだいぶ低いパーセントです。チャートドン。これはビットコインの冷やしチャートです。5月の暴落に対して一時的に反発した価格の紫色の価格がレジスタンスラインになって何度も下に跳ね返されましたが、7月末にレジスタンスラインを突破し、現在はラインの上にいます。次ドン。これはイーサリアムの冷やしチャートです。5月の暴落に対して一時的に反発した価格の紫色の価格がレジスタンスラインになって何度も下に跳ね返されましたが、8月6日にレジスタンスラインを突破し、現在は上にいます。次っと。これは XRP の冷やしチャートです。5月の暴落に対して一時的に反発した価格の紫色の価格がレジスタンスラインになって何度も下に跳ね返されましたが、8月11日にレジスタンスラインを突破し、現在は再びラインを割って下にいます。以上のように、XRP は8月11日に他のコインよりも数倍大きく上昇しましたが、5月の暴落からの回復といった観点では、他のコインと比べて回復パーセントは平均的で、他の上位コインがレジスタンスラインを超えたのに対して、XRP はまだ超えきれていません。よって、XRP は何かの情報をもとに単独爆上げモードに入ったというよりは、他のコインが上昇する中、出遅れ感から買われて急騰した可能性の方が高いと予想します。ちなみに回復パーセントがトップのアクシーインフィニティの最近の上昇が半端ないことになっています。チャートドン。これはアクシーインフィニティの2021年の冷やし終わり値のチャートです。元旦発値は 0.53 ドル、4月に 10.7 ドルをつけたと下落に転じ、6月に 3.1 ドルまで下落しました。下落幅は 7.6 ドル。その後、爆上げして、8月11日の価格は 66.4 ドル。上昇幅は 63.2 ドル。下落幅に対して、8.3 倍！ねー！ついでに、回復パーセントが低い順も確認しておきます。結果だ！ 3位、EOS、13.6%！2位、インターネットコンピューター 9.0%。 1位、シバイヌ 6.4%。 シバイヌは同時コインに続く犬コインブームの代表として今年超爆上げしたコインです。チャートドン。これはシバイヌの冷やし終わり値のチャートです。5月の爆上げの後、ビットコインの暴落とともにマイナス 80% 以上暴落しました。7月に待望のブーサーが取引所、シバスワップが公開されましたが、価格が上がらず逆に下がってき、7月20日に暴落後の最安値をつけた後、少し反発した状況です。シバイナは単なる犬部分に乗っかった草コインではなく、バイナンスやコインベースに上昇し、期待されているコインの一つですが、シバスワップが公開されても反応しない不穏な状況が続いています。XRP の話に戻って、XRP はポジティブニュースなしで、急に吹き上げることが多いという印象を持っている人が結構います。また、XRP が吹き上げたら相場が下降トレンドに入るという主張もあります。では、XRP の吹き上げから相場が下降トレンド入りすることが実際にあったのか確認しておきます。ひょっと！これは2019年から現在までに主要コインの中で XRP が一番上がった日の一覧です。時価総額ランキング上位のコインの中で2019年1月1日にすでに存在していた23個のコインを使って検証しました。954日中、XRP が一番上昇したのは23回ありました。回数はそれほど多くないね。23個のうちどれか一つが1日のトップになるので、確率的には40回前後出現してもいいはずなので、XRP の回数はむしろ少ない方です。年別の回数は2019年は4回。2020年は8回、2021年は11回、2021年はまだ5ヶ月残っているので、今年は吹き上げる日が多いことがわかります。チャートドン。これは2019年の値動きです。オレンジ色はビットコイン、紫色はイーサリアム、黒色は XRP です。
緑と青の縦棒は23個のコインの中で XRP が一番上昇した日を表しています。緑色は 10% から 20% の上昇率、青色は 10% 以下の上昇率なので青色はあまり気にしなくていいです。左側にある緑色の吹き上げは他のコインのトレンドに影響を与えていません。次っと、これは2020年の値動きです。赤色の縦線は上昇率が 20% 以上の日です。赤色の日が一番注目ですが、他のコインを下降トレンドに変えた様子はなく、逆に上昇トレンドが加速しています。次っと、これは2021年の値動きです。4月に赤色の上昇が集中していて、その後ビットコインの価格は下がりましたが、イーサリアムの価格は大きく上昇しています。他のアルトコインも上昇しています。以上から、XRP が吹き上げたら相場が下降トレンドに変わる噂は事実ではありません。もしかしたら出遅れ銘柄の上昇によってトレンドが後半に差し掛かったイメージが吹き上げから下降トレンドの主張の元かもしれませんね。今後の作戦は、今年4月にあったように XRP は出遅れ感から後追いで急上昇することが起きているので、相場全体が上がった時に XRP の回復パーセントが他のコインよりも低かったら出遅れ上げを狙って短期で仕込んで様子を見る。なお、相場は生き物です。今使える作戦がずっと使えるとは限らないので注意してください。以上、リップルが100円を突破、すぐに200円を突破するのか、今後の作戦はの回答でした。この動画が面白かったらグッドボタンお願いします。富本太郎さん、ご視聴を見極めるためにチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。